ソー,サンス,リースタートはい皆さんこんにちは SO3SO3 ですということで今日もこちらの練習場にやってきましたはいいつもの練習場ですまずはね60度からいつも通りですね軽く振っていきたいと思いますどうでしょうかちょっとね最近ねこうアウトに上げてまあ大げさに言うとアウトサイドカット軌道か まあその方がね、なんか、球はね、安定するんでね、はい、えー、打っています。まあね、いつもここの練習場のね、動画がね、かなり多いんですけれども、今後ね、しばらくの間は、多分違う、多分じゃないですね、確実に、まあ、違う練習場での動画になります。 まあその理由に関してはねまた後で後ほどねお話しします、まあ、最近ねやっぱね暑くなってきましたね、えー、もう関西もね梅雨入り間近、えー、四国が今日梅雨入りかなただ例年に比べて2030日遅れてたのかな関西も梅雨入り多分遅れてますよねただし明日は雨予報 うんまあ、天気予報によっては100%雨明日ねラウンド予定なんですよねしかもゴルピアコンペゴルピアコンペ1位の商品が、まあ、ゴルピアグッズいろいろプラスゴルピアメンバーと一緒にラウンドができるというような、ね、商品になってまして明日がその日で、えー、視聴者さん グルピアコンペで1位になった人と4人でラウンドという形になりますまあハーフはまあ動画撮るかな残り9ホールはねまあ楽しくラウンドできればなと思っていますしかし雨なんでね、まあ、昨日見た時点では朝23ミリ たださっきねちょっと天気予報見たら1ミリにね減っていたんでもしかしたら雨大丈夫かななんて勝手に思っています暑い、まあ、梅雨ね梅雨がないところに住みたいですねあの北海道確か北海道は梅雨がないって聞いたことあるんですけど本当なんですかね北海道お住まいの方もしよかったらコメント欄にお願いします 北海道は梅雨な,いよと、まあ、なんで結構、まあ、6月7月8月夏場、えー、北海道にねゴルフ行かれる方もね多いんではないでしょうか行ってみたいですね涼しい夏の暑い、まあ、暑い中ゴルフするのもねまた気持ちいいですけどねめちゃくちゃ汗かいて、まあ、水分補給しっかりとって、まあ、サウナ状態ですよね でその後ね、シャワー浴びて、まあ、水風呂入ってと。まあ、それはそれでね、気持ちいいんですけどね。はい。あまあ、今日はですね、ここ、えー、いつもの練習場で、まあ、ちょっと時間がないので、まあ、30球だけ練習しています。まあ、ここ、最近の悩みとしては、まあ、アプローチはね、ほんと調子いいんですけど、まあ、パターと、 やっぱドライバーですかね安定しないんですよね、まあ、先日あのー、研修生と、えー、プロテストの、ね、練習ラウンド連覧一緒に行ってきたんですけどもその時にもう一人の友達まだね若い子なんですけど彼はねそんなに飛ばないんですけどめちゃくちゃ安定してるんですよ。 ただしもうドライバーがまっすぐというか狙ったところに飛んでいくとやっぱりねスコアはその方が安定しますよね。だから250飛ぶより22030でドライバーが持ったところに打てればかなりの武器になりますよね。 まあドライバーね飛ばせるなら飛ばせるだけ飛ばしてあとの番手がねやっぱそうしたら2番手3番手変わってくるんで楽だろうって思うんですがまあその通りなんですけど安定したドライバー憧れますね、まあ今後、まあ、ちょっとねしばらく練習はここではできないんですけれども練習環境 がね、充実したところで練習できる練習する予定なので、まあ、次の練習場動画からは、まあ、そこのね練習風景をお送りしたいと思います、まあ、ちなみに操作する用のね動画のコンテンツ結構たまってるんで うーんえっ、ー、とまずは城崎温泉に行った時の動画ちょっと前になるんですけどねプラス鹿児島にもね友達の結婚式で行ったその時の動画全然編集できてませんうん早く編集してねうん誰かさんがね行ってましたよねえっ、ー、と 動画と生物は新鮮な方がいいと、まあ、その通りでねその時のあれ気分気持ちがねもう忘れてるんですよねあでちなみに次から行く練習場はほっ